さあ始まりましたジョックロックプレス、ジョックロックの福本優勝です。7の大事です。お願いします。帰ってきた大福ラジオやったー。あ、ゆうじろうは、ゆうじろうはなんかもうなんか、うん、いやもう今日はちょっともういいっすかって言ってたからもうちょっと僕いいっすか今日はって言ってたから疲れてんねや。うん、ちょっと俺もう逆らわへんからさ、あいつあいつのいいスカに対してあいつのいいスカに対しても何言ってもいいスカに腕押しちょっと代打で7の大事君、はい、かなり早めの再登場。いやそうっすね、もう正直喋ることはそんなない。 あんなに出せへんかったのに一回出したら本田圭佑のケチャップ理論やな一回で出したらドバドバ出るっていう、あのあんまピンとけえへんとこ、まあ、かったな、うん、そんなケチャップにその印象ないけどかしかもなんかよう聞いたら瓶のケチャップのこと言ってるらしい。あ、むずっ。あー海外それもなんか嫌やな、瓶のケチャップのこと言ってたりみたいな。まあでもね、ジョックロックプレス、はい、私の母親が見ました、ね、え、お母様が。そうです、ナナの YouTube 出てる時より大事の顔がやらかかったやらこかった、うん、まあこわばってるか。いや、こわばってるつもりはないねんけどなまあでもめっちゃ探してる、いろいろ、あ、この内頭でおう、いや、めっちゃ探してる。いくつなりすぎやろねえ、頭を振る回転。いや、もう昨日さ、うん、あのユニットライブ田原家、あ、田原家、ね、うん、盆と正月と、うん、茜 250cc と俺らで、もともと一緒にルームシェア、はいはいはい、足爪と前家ところでやってて、その家主が田原やったから、うん、田原家というユニットライブやってて、元同期のね。そうで、それのコーナーで、うん、そう、毎回ね、なんかアンケートを取って事前に、うん、なんかこの中で付き合いたいのは、うん、付き合いたくないのはみたいな。いいじゃないですか。やつで毎回1回目とかはもう、例えばこの人の後にトイレ入りたくないとか、キモ、もう余裕で全部1位やって、全部あかん方向やってな。で昨日とかはなんかもうちょっと趣旨変えてくれてて変えてくれてたんや、作家がね変えてくれてて、そのなんかちょっと恋愛系やったらどうしても俺が最下位になってしまうから悲しい話、俺と星が最下位争いをしてしまうから、まあまあもうなんかそういうもんやしな、入れといたらええみたいな。星さん、いやでも星さんの方がみたいな、お客さんなってんねん、俺よりはマシみたいな。俺なんか生えてんのに生えてんのにボロ負けしてんのに生え負けしてんの、生え負け生えてんのに生えてないみたいなアドバンテージを生かされて生かせずな。で例えばライブでこの人が出てたらワクワクする人とか、あ、ランキングとかね、あ、なるほどね。あの橋爪の X で出してんねんけど、その、ね、アンケート結果、はいはい、とか、まあ何、この人が自分の父親やったら嫌やなランキングとかそれはそれでなんか嫌やなとか、何やったっけな、そのライブでは言ってないねんけど、うん、なんかこ、なんか何やったっけな、60分以内になんか俺めっちゃ難くても覚えてないんだけどさ、うん、なんか要は誰が一番裏、なんかデスゲームで裏切りそうかみたいな。ああなるほどね、うん、全部俺最下位やったねえ、何にも、ああ父親になりたくない、あ父親になりたくないだけ、 どっちってこと、なりたくないの、あかん方全部、結局結局1位やったね、なりたくないの1位、そうそうそう、裏切りそうの1位、うんうん、ワクワクせえへん、ワクワクせえへん、ワクワクせえへんのやばいよなそんな風に思われてんねや。いやほんまやで、だってあんなさ、いやこんなん言ったらええけどさそのあんな中心になってさ、 いじられたくってて俺ワクワクされてないんやで。いや確かにな、うん、そこはでもまあまあ俺のおかげじゃないけどな、それは。まあ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 、うん、どうなんやろな、それはねじれ現象が起きてる可能性もあるけどな。いや、やっぱもう大事を最下位にしとかなあかんみたいな。あ、でもたまにちょっとほんまに辛辣なやつとかあって、あ、コメントもあり、うん、そのなんか中身が、外見が俺で、中身が誰やったら一番マシかみたいな、で俺最下位やって、だから外見が俺で中身も俺は、外見が俺で中身が俺はもう普通に俺やから数ある組み合わせの中で、そう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 、で星、外見が星で内面がみたいな、星は
外見が星さんで中身が星さんやって、もう2位やってん、上やってん、いい方やってん。じゃあ星や、星はだから乗りこなせてんね、自分を。おお、いや乗りこなせてるとかなんかな。で俺が最下位やったけど、これもはなんか普通に、うん、そのなんか他いろいろ理由あってさ、うん、なんか最悪かける最悪はマイナスにしかならないからいやいやいや、プラスになるやろ別に。で一つだけほんまにびっくりするが嫌やったんが、うん、その中身も男として見れないって書いてて、俺もうびっくりするぐらい嫌やったあ、それは中身で恋愛的なこと、うん、別に。まあでもそれもそうなんちゃう。あ、もう総合評価ってこと、いいか悪いか。だからもう俺中身もやっぱあかんねんな俺下された。もうでも一件だけ、え、普通にこの6人の中で一番付き合いたいのは大地さんですっていうのが一人だけおった。マジ？それはちょっと俺調べた方がいいか俺がこれでちょっと調べた方がいいか。ファンタジーで終わらせてくれだから橋爪の X のアカウントを乗っ取ってそんなことからすんの？そっから逆辿っていって、それそんなことからすんの？たどり着いたら、え、それザザ？これザザ、ザザのなんかその監視カメラとか。お前そんなことまでしつハッキングまでする？ハッキングせな、ちょっとな、さすがに実態を伴ってきてる人は探されへんからいやでもまあ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 、こういうアンケートコーナーって面白いよな。まあ確かに。でも俺も、うん、42期の同期ライブで、うん、そのランキングコーナーはいはいはいでやって、うん、でも裕次郎は結構そのなんか友達になりたいランキングとかで結構いいランキングで結構上位やってんやんか、うん、でなんかで伊坂とかシスターのがなんか嫌なやつランキングでめっちゃ上とか、スタッフとかにもさ、でもめっちゃ嫌われてるみたいな。あ、そうなんや、おい、でなんかもうコメントもとんでもないこと書かれてるみたいな、マジで嫌やんこれみたいな、挨拶あんませえへんみたいなとか。まあ伊坂ほんまに挨拶せえへんな。そう、リハで遅れてきたのに一言も挨拶がなかったみたいなとかいろいろ書かれてて、ああ、まあまあまあ別にいいっすよみたいな、めちゃくちゃヒールみたいな、はいはいはい、わーとかやってる中、うん、俺はもうどのランキングにもかすってもなかったそう、なんか嫌なランキングの上位とかやったらさ、うん、ちょっと言えるな、何のランキングにもそれ、まあ、票が入ってない。まずだからこれに関しては、だからもうほんまは3位とか4位が負けよな。まあな、ほんまに俺は6人やったからな。ただ俺は1個だけ1位のランキングがあって、うん、それがなんかエロくなさそうな人ランキング1位やったエロいとかでもないただただネタしか書いてない人間みたいな扱いされて人間味を全く見られてなかった。まあそうか、うん、それはでもまあ仕方ないよな正直。まあ、だからここでいじられる感じでもないしな、42期の中で前家がやっぱ、うん、いっちゃ大変そうやったな。変ならそういうランキング系って、あ、1位になれへんし前家、まあ、うん、橋爪とかは橋結構1位やねん。え、うん、なんかそういうこと舞台って言ったらワクワクするみたいなんで、俺の見解ではそのワクワクって言ったカテゴリーじゃないやん。橋爪では MC やったりしっかり突っ込めたりして、ワクワクではないよなと思ってた。ハプニングとかさ、そう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 、いや、だからそれじゃなかったんよ要は。 お客さんのアンケートの趣旨がワクワクの定義、そうだから山根さんとかもいやワクワクは、でも山根さんとかはなしっかりさ落とすやん、まあまあまあ、だから何言うんやろというワクワクはあるからあれやけど、だから前傾とか橋爪とか大変やろうなって俺思ってて。いやそうやな、で俺が最下位やったもうワクワクの方がしてるよ橋爪の方が。いやそうやね、だからもう、いやそうやね橋爪にこんなんなる、だからまあ俺が何か喋ったら山根さんが発動してくれるから、それに対して山根さんのワクワクなんかもないよな。いやまあどうなんやろ、いや、まあ、コンビとしてワクワクしてほしいよな。うん、やっぱそれがワクワクしそうな人ランキングだった。ワクワクする人ランキングってことは、うん、なんかその票が入ってなかったってこと。俺入ったよあ、じゃあ普通にさ、それなんか、うん、キモい人ランキングでめっちゃ票入るとかじゃなくて、うん、そのなんかただただ入らんかったってことは、うん、その別にいじられてるとかでもないってこと。あ、でも悪い理由も書いてるよ。あ、ちゃんと理由あるから、1位から6位までその人決めはずだから、そうだから票が得票数じゃない。あ、なるほど、ね、6位の票が多かったってやつ。あ、うん、だから前家とかはその前家もそのワクワクしたランキングだったら俺と同率で最下位やったよ。ああ、そうなんや。そう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 、へえ、それもなんか推しですが今日もあーいって言うんやろな怖っ
押してる？いや、まあ、押してんねやろうけど。アイマシーンなり。そう、だから、前回その後、一回もああ言わんかった。寂しい。言った方がええやん。そういう、なあ、言わなさ。後でな。まだ言ってないやんけ。言ったらええけど、あいつ一回も言ってないから。暗いすぎやって。でも俺も、うん。そういうとこがあって、さっき平場とかさ、言ったから、うん、そう、最近とかはなんかもう、最初の方とかさ、もうほんま身動き取れずみたいな感じだったけど、うん、もう最近ちょっと素を覚えたっていうか、まあ、なんか良きところで出て行って、うん、大声で突っ込んで体ひねったらなんかウケるっていうやりウケるっていうかあえて盛り上がるそう滑りようがないで、あ、まあ、なただなんかわーみたいになるから、はいはいはい、なんかそのシーンとか絶対なれへんからそれ味しめて、うんうん、なんかもうただただ出て行ってあそろそろやなって出て行ってひねてわーっつってわーっつってそっから帰ってってもうずっと棒立ちみたいなが続いててそれなんかこの前金麦ラジオ聞いてたら、うんなんかかける全員ライブとか話してて、はいはい、そもそもさすがにちょっと俺らもやらなあかんなみたいな、まあ、結構みんな出てるもんならその、うん、福本さんとかもやってるし夏美があの人もでかい声なんか言ってるだけやろあの人あれしかしてねえやめろ福本さんこのラジオ聞いてるからないいですよ福本さんもうリアル悪口しっかり悪口なんでも俺も思ってたから、うん、あやっぱそう思われてるよなみたいな、まあ、なそう何やったらこの前それをかかりすぎて、うん、かける全員ライブでやってんけど、うん、初めてなんかちょっと外したなんかその後ろの方座っちゃって、うん、なんか前行くのむずくてさその日 M1 の裏やってんやんか、うん、かける全員ライブ、うん、真裏ちょうど裏でやってるって時に、うん、なんか俺たちが一番面白いをなんかちょっと言ったら受けるかなみたいな、うん、俺たちが一番面白いのやつをちょっと言い方もなんかっぽいし、うん、言ってなんか裕次郎がゾロの格好で出てきて、うん、ロロノアゾロ、これって結構クオリティ高いなんかバンダナとかして、はいはいはい、もうどっから持ってきたらその刀みたいな、多分万華鏡のやつなんかめっちゃ重い、マジの刀みたいな3本刺して、なんか腹巻きでなんかみたいなマジのやつで行って、でウェハース三川っていうカロッサ最近入った、が山口勝平さんのモノマネで、工藤新一とかやってんねんけど、そウソップも山口勝平やから、あいザラーとかやって、ウソップで絡みに行って、シャープしろーみたいな。でも裕次郎、裕次郎、ちゃうから、みたいな。え？そうなんか、ゾロじゃなくてもう返しゼロ。返しロロノアゼロが出て、ロロノア返しゼロが出て、そうまず最初出て行った時に、そう私服っていうあれやったやん。いつも歌い師やねんけど、みんな私服で出ますみたいなって、で、カカオの浦田スタークが MC やって、うん、ユージロお前それ、うん、何の格好やねんそれっつったらさ、うん、いやゾロですよみたいなこと言うんかと思ったら、うん、いやいや私服ですえ私服とか言って、はいはい、私服です、うん、みたいなでなんかわーみたいなったらソマオとか出てきてファーってなってでその後ミツカワーってなってもその私服ですよ引きずったもんいや何もお前やめろお前みたいなえぐいことなっててでここやと思って、うんそこで、こいつらが一番面白いっつって、なんか、ははははみたいな。マジで、面白くないにすればよかったと思って。いや、まあ、そうやな。そうちょっと一個食ってもうてよな。そうやな。ちょっと嫌ないじりというか、うん、おもんないのに面白いって言ってるみたいなことを思い描きすぎて、そこのアドリブが効かんくて。なるほどな。あれで面白くないやったらもっと多分マシやってんけど。あでもそこから帰って、うんで、なんか、前半後半分かれてさ、はいはい、俺ら前半チームやって、前半にコーナー3つあるみたいな。うんうん、で、こう、3つ目の、まあ、コーナー出ようかな、みたいな。大縄跳びで、ジャンプしてなんか好きな食べ物はってた子供みたいなことで答えなかった。ハンバーグ、お母さんの作ったなんとか、みたいな。うんうん、まあ、おっさんやからさ、はいはいはい、まあ、いつものなんか、おっさんギャップで行ったろかなと思って、うんはいはいはい、待ってたら、うん、なんか、七輪の豊原っていうやつがなんかめっちゃ跳ねてでそいつになんかみんなかかりっきりになって、はいはいはい、俺は大玉飛ばれへんかってやんだからあれやってなかったらもう一言も喋らない帰ってるあんなかけるパスみたいなそうかけるパスの顔してるのにと顔の顔してるのにゼロ喋りで帰るとこやってまだマシやってあれやばかったけどほんまにゼロ喋りで帰ったやつおったり何人かまあなあの人数出てるしな正直なほんま、うん、恐ろしいなるほどなまあでもちょいちょい、うん、その万劇メンバーになって、うん、万劇楽屋でネタ合わせしてっけどしてっけどさまあ一個かけていくのなんかグッてブルンブルンブルンって言ってからピッ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 いやほんまにそうなんかしかも喫煙所が、うん
もう正直一番コミュニケーション取れる場所というか、うん、だからそのかなりの確率であの喫煙所おるな俺、あもうずっとおるぐらいおってもおってるというか、もうタバコいらんのになんかまだノリとか仕掛けられたりしてない。いやノリも仕掛けられるはないけど、うん、やっぱ別になんか話は今なんかパッて入ったらさ、うん、もうちゃう話、今普通にちゃう話してて、うん、別に入るわけにはいかんみたいな、入るほどの中じゃないわまだみたいな時には、でもしっかり振ってくれるな、あ、うん、なるほどな、うん、こっち見てくれたりとかするから、あ、まあ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 って感じやな、うん、そんなさ結構みんな楽屋とかでさ、うん、なんか乗り始まったりするやんか、うんうん、でなんか普段関係ないふりしてんねんけど、なんか例えば下田とかおったらさ、うん、なんか俺にも来たりするかもってドキドキしたりしてんねんけど、うんうん、それ今までなかったんけど、はいはい、お前たまたま何の時やったかな、うん、多分結構みんなおるみたいな、グランプリやったから、うん、なんかおった時に帰ってきたら、うん、なんかしんべヱさんとか、はいはい、まあてかダブルアートさん2人と思ったんかな、うん、座ってなんか時をになんか時折ピート、うん、なんかラップさせてて、はいはいはい、いやみたいな、あいつだからラップするんやろ多分、するする、そう、うん、で歩いてったら、お優勝とラップバトルせえやみたいなって、やばってやばいな、やばいなそれ。でなんか時をよよみたいな、うん、おひげのメガネがよみたいな言ってて、もう俺もう棒立ちでなんかうるせえみたいな、初めてなんかフリースタイルみたいな。よみたいな、なんか言ってきて時をリピー。とーみたいな言ってる感じだけ出して、なんかラップ全然できてないとかもやったけど、なんかそれもあんま響かずみたいなのも結構やって、でなんか出前館の浜田さんのポスターがあって、なんか最後なんか浜田さんと同じポーズしろみたいなって、なんか2人で同じポーズしてめっちゃ滑って、マジ冷や汗出たの、一番冷や汗出たかも。劇場入って漫才劇場はやっぱ人を変えるな。いや福本がフリースタイルラップやってる。いやあれをやらんでは無理すぎるから。俺もこんなこともあるかもなと常にさ、まあな、後ろがその刺される可能性を感じながら歩いてたけど、初めて刺されたな。ごめんなとか言って、いや全然大丈夫っすよ。汗だらだらやった。グランプリのネタなんか全然汗かいて。いやーまあな、こっからなんやその2月の出番とかも出たりとかして、うんうん、多少ちょちょってあったりとかして、うん、多少ちょちょやな。あ、こんなもん。まあそうやんな、まあ入りたてやもんなって。やっぱ俺らはかけるライブっていう保険が効いてるから。いやそうやね、やっぱマジであれ定期ライブやん。そう、全然知らんかったけど入ってから、うん、あ、めっちゃありがたいな。いやそうやで、確定で 4,5 個あるから。うん、やっぱその週1ではいけるわけやん。なんかその呼ばれてなかったらさ、うん、その劇場側が出してるライブってその寄せしかないやん、うん、その極み組は、うん、まあかけるライブプラスなんか1個だけ入れてもらえたけど、うん、なんか全然ほんまちょちょやな。いやほんま極みとかってめっちゃ売っていかなあかんねやろな。うん、いやそうやと思う。かいも呼ばれてな、うん、ゲストとかでじゃないととは思うな。どうしていくのがいいんやろな、こっから。みんなだってここで埋もれていってるやん、いったら人もおるやん、まあ確かにな、まあ、いっぱいおるもんな。グランドバトルから上がっていって、入ってから大変な思いしてる人っての方が絶対多いはず、今まで。で自分らももちろんそうなるかもしらんしな。入るのもむずいし、入ってからもむずいという。入ってからもむずいなんじゃそれ。せっかく入ったのに。せっかく入ったのに。まあ、というわけで、うん、前半はここまでということで。なるほど。なんと。後半に続きます。ゆうじろう、絶対今度お礼言えよ。ありました。